時間稼ぎ。なんだこれ。ああ、今、ジョニーの記憶を見られてるのか。誰？暗い。これジョニーじゃね？お前は何者だ？これは廃棄されてるね、どう見ても。動かない。なんか視界がおかしい。あ、Bかこれ。地へ埋めた手地。なぜか生きてた。ちょっと訪れしてんのかなこれ。誰か来た。デクス？この男で間違いありません。はい、1時間後には着くかと。黙れ。え、これはデクスも結局荒坂に捕まったってことなの？確かこの人、警備の人だったよね。おお。何が何だか分かんないけど。わ、視界が揺れる。
張ってえな、おい。うわあ、バックしてる。待って、体力がもうゼロなんだが。どこ行った？執念深いやつだな。ちょっともうターミネーターみたい。おお、気を失ってる暇はないぞ。踏ん張るんだ、いいな。くっそ。おと。俺もお前も手当てが必要だ。知り合いに信用できるリパードクはいるか？知ってるけど、その前に。あんた、確か、コンピキプラザにいたな。急いでリパードクのとこへ行かないと命に関わる。せやな。ビクターなら、直してくれる。問題はどうやって行くかだな。誰でもいい、助けを呼べ。なぜ、俺を見捨てないんだ。ただのお荷物だろう。早く助けを呼べ。分かったよ。ありがとうございます。お客様の現在地はサービス圏外です。役立たず。いいから迎えに来い。ミスティのエソテリカまで、ビクのところ。かしこまりました。車両を向かわせます。20分以内に到着する予定です。おい、しっかりしろ。パーソナルリンクが損傷してる。それでは代わりに B 様の外耳付近への緊急ジャックインをお試しください。強酸乳突筋の下、リンパ節の間に補助神経ソケットがあるはずです。血管を傷つけたら死ぬぞ。しかし何もしない場合も死亡します。あった、ソケットだ。では接続してください。早く中へ。力が。少し休む。まだ借金も返してないのに。お前の力。ミスティ、血圧が下がってる。神経性ショック、危機的状況です。こうなったら後頭骨を切るしかないだろう。それしか手はない。しかしリスクが。少し黙ってろ。
治った？具合はどうだ？お前さんほどじゃないが、日に日によくはなってる。大丈夫か？うー、頭が。気分はどうだ？ずっと視界がおかしい。よくはない。耳鳴りがするし、幻覚も見える。その幻覚ではどんなものが見えるんだ？まばゆい光、鳴り響く爆音。俺はステージ上にいて、息が詰まりそうで、胸に憎しみが満ちてる。その気持ちをマイクにぶつけるんだが、結局そんなことをしても意味はないって気づくんだ。それから笑うなよ。荒坂タワーに爆弾を仕掛けた。いや、笑えないな。これレリックを返してジョニーの記憶を体験したってことが一種のブレインダンスじゃん。話してくれ。ナイトシティがいつもと違って見えた。街を憎んでた人も何もかもが嫌だった。明晰夢にしてもリアルすぎる。 B、 そいつは夢じゃない、記憶だ。チップには人格コンストラクトが入っていたんだ。お前さんはそいつの記憶を見たんだよ。ジョニーのか？ちょっと待て。じゃあ俺の頭の中に本物のテロリストがいるってことか？ああ、ジョニー・シルバーハンドがな。活躍してたのは50年ほど前のことだ。荒坂社爆破事件知ってるか？奴の仕業だ。瓦礫に埋もれて死んだとされてたが、とにかく今はそれよりもっと深刻な問題がある。なんだ？その生体チップは導火線に火のついた爆弾みたいなもんだ。もう長くは生きられない。持って数週間だろう。シルバーハンドのコンストラクトは意識を上書きしていく。最終的には体を乗っ取られ、お前さんは消えちまう。 B、 俺の言ってることが分かるか？ A。 そんなふざけた話信じれるわけがない。だってそうだろ。いくらなんでも現実味がなさすぎる。何が起きてるのかは知らないが、もっとまともな説明があるはずだ。くそ、なんでだよ。あんた名医なんだろう。本当に聞きたいのか？そりゃ何も恥じらず全部聞かせてくれ。いいだろう。チップにはコンストラクトが保存されてる。ジョニー・シルバーハンドの精神だ。チップスロットに刺したときは何も起きなかったんだよな。お前さんが死ぬまでは。俺はデクスター・デ・ショーンに頭を打たれた。普通ならそれで死んでおしまいだろ。幸いデ・ショーンが使ったのは昇降系の銃だった。ヤッコさんの間抜けさに感謝するんだな。弾丸を受けた後、チップのナノマシンが傷を修復し、お前さんをこの世に連れ戻してくれたのさ。
ほう。え？死んだ人間がそんな簡単に生き返れるわけがない。それも昨日までの話だ。今や企業の極秘チップさえあれば死から蘇ることも可能になったのさ。じゃあ俺の精神はどうなる？わざわざ他人に乗っ取られるためにあの世から引き戻されたっていうのか？チップを作った荒坂のエンジニアに聞いてくれ。確実なのはお前さんの精神が消えてなくなっちまうってことだけだ。生体チップからしてみればお前さんの脳細胞は切除すべき腫瘍で、その体はコンストラクトを入れとくための入れ物なんだ。つまりそのテロリストは俺を消し去ってこの体を奪おうとしてるのか？そいつの意思でやってるわけじゃない。自動プログラムだ。誰にも止めることはできない。ええ、取り出すんじゃダメなの？チップを取り出すか、停止させればいいんじゃないのか？どちらもダメだ。その瞬間に死んじまう。ビク、あんたは何度も俺を救ってくれた。あんたになすすべがないって言われたら俺はどうしたらいいんだ？教えてくれよビク。俺にもわからないんだ。ミスティ、ビクターももう年なんだからあまり無茶言わないで。ほら、家まで送るわ。それでそいつが死んで俺も一緒に死ぬんだと思った。眠ったままその男と。眠りってのは死に近い概念だと言われてる。自分が今本当に起きてるかもわからない。すでに死んでる可能性だってあるだろう。深く考えちゃダメよ、B。忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。オメガブロッカーよ。定期的に飲めば急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン、ブロッカーとは逆に進行を加速させる薬。え？加速？あいつを刺激して俺をさっさと殺させる薬ってことか？よく聞いて。今は大丈夫でもこの先には耐えられないほどの苦痛が待ってるかもしれない。私はあなたに選択肢を用意してあげてるの。脳を騙せばいい。普通の鎮痛剤で十分だろ。これは魂の死なのよ。徐々に己が失われていくの。ある時点を超えたら自分自身を認識できなくなる。恐ろしくて苦しいはずよ。でもそれに耐えなくたっていい。わざわざ薬なんか飲まなくても銃を加えて引き金を引けば済む。そしたらあなたは魂を二つ消すことになる。それでもいいの？横にならせてくれ。そうだ、もう一つ渡すものがあった。ビクターがあなたの頭から取り出したの、お守りにって。じゃあ無理してでも眠るのよ。ミスティ、待て。ジャッキーのことだが。何？これで。ジャックはよくあんたの話をしてた。あの仕事に行く前、彼と喧嘩しちゃったの。あいつは怒ってなかった。気にしちゃダメだ。分かってる。ただ最後にもっと違う過ごし方が、できてたらって。今はゆっくり休んで、少しでも寝るのよ。ね。
弾薬のペンダント。当たり前のようにいるけど、目の前に。どっから入ってきた？なんで会話ができて？俺が知るわけねえだろ。クソ、点で使えねえジョイトイだな。俺の前から消えろ！アパートから出る。うわぁ！雇い主は誰だ？言え！俺だ。嘘だろ。嘘だろ。あのチップか。引っこ抜いてやるよ。やめろ、待て。気が狂っちまうよ、こんなのいたら。消えな、クソ野郎。それじゃダメだ。口に銃を突っ込んで引き金を引け。ビンタ。感じるぞ、互いの意識が触れ合って。俺は果物に生えたカビかよ。少しずつ侵食してる。止めることはできねえ。聞いてんのか。クソ、気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。何なんだ。出てけ、俺の頭から出てけ。頭をぶち抜け、そうするしかない。聞いてんのか。脳みそに弾をぶち込むんだよ。めちゃくちゃ悪いやつじゃん、ジョニー。どんぐらい経ったんだこれ。あ、診療所に届けたんだ。痛いもん。そんなに時間は経ってないのかな。デクスはやられてたよな。あ、そういえば。繋がんない。